1960年代、ソ連は人類初の宇宙飛行を実現。アメリカは人類を月に送り込むことに成功した。有人宇宙開発はその後も熾烈な競争が続いたが、その裏でアメリカが力を入れていたのが人工衛星の実用化だった。1960年、気象観測を目的とした初の人工衛星タイロス1号打ち上げ。1972年には地球観測を目的としたランドサット計画がスタートした。そしてこの衛星こそが日本の地球観測衛星の計画に重要な役割を果たすことになる。アポロ11号が月に着陸した1969年、日本は宇宙開発事業団を発足。当時の事業団の中での衛星開発っていうのは全部アメリカで作って、アメリカで試験をして、アメリカで打ち上げたという、そういう衛星なんですが、基本的にはそれは全部技術の、導入になっていくわけですけどね。一方で日本の宇宙開発における長期ビジョンが検討され、地球観測を目的とした国産衛星の研究も進められていた。しかしコアとなる技術の情報も少なく、宇宙環境での機能確認をするための試験設備も整っていない状況下で、計画は難航を極めていた。本当に手作りっていうか、見よう見まねで向こうへ出張に行って、向こうでずっと新聞券を見て、それを頭に入れて日本にまた持ち帰って、日本のメーカーが確かあれはああやったよねっていうところから始まってるんですよね。本当にその時に本当に作れるのっていうと、アメリカがなんかから見ると冷ややかな目で見てたかもしれないんだけど。そんな折、地球観測衛星の実用化を進めていたアメリカからランドサット衛星の受信基地設置の話が舞い込み、1978年埼玉県鳩山に地球観測センター設立。翌79年からデータ受信が始まった。宇宙からのデータ受信は話題を呼び、地球観測衛星の将来性に各界からの期待が高まった。これはなかなか飛行機を飛ばしたり足で調べて回るよりも非常にグローバルっていうか、広域のデータを頻度よくデータが取れるわけですから、その変化だとかよく分かるということで、これは衛星からの地球観測データっていうのはやっぱりいいねっていうのがだん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 広まっていって、日本でもやっぱり自前の地球観測の計画をやっぱり作っていこうよと。計画として持ち上がっていたのが海洋観測衛星モス1、通称モモ1号である。衛星からの地球観測を実現させるには、宇宙からの目となるセンサの開発が重要だった。当時はファクシミリっていうのがあって、そこで使ってる原理を宇宙用に持っていけないのとかそういうようなところからスタートしてるんですね。一方で地球観測衛星を開発運用する上で欠かすことのできない三軸姿勢制御、また太陽電池パドルの展開など技術的な課題は試験衛星で実証を重ねた。そして日本初の地球観測衛星モモ1号が完成。1987年2月打ち上げ成功。その後地球観測センターでの受信を開始。モモ1号に搭載された2つの光学カメラとマイクロ波センサは正常に機能。地球の流氷や水温分布などの海洋現象を捉えていた。この
日本初の地球観測衛星に搭載された3つのセンサは、日本の観測衛星の基本技術を確立することとなる。しかし、地球観測を実用化させるためにはクリアしなければならない課題があった。やっぱりその宇宙からそういうデータが取れるってこと自体が本当にどうかっていうのは信じてもらえなかったので、なかなかまあそういう意味でこう絵を見せても、で昔は今みたいにコンピューターも普及してなかったので、あのモスワンぐらいの時は全部写真に焼いて写真を持ってたんですよね。こう植物をちゃんと判別しようとして違う色をつけると擬似的な色でこう植物が赤く見えるっていうのはこんなの違うよねっていうような話になったりとか、こうデータそのものっていうのがどういう意味が持ってるかって、まあ、我々もきちんと分かってなかったし、ユーザーに至ってももっと分かってなかったので、やっぱりそういう意味ではこうまずはこういうデータが使えるんですよっていうところからっていう感じですよね。地球観測衛星の技術的な確立はできても、そのデータを利用できなければ意味がない。利用者のニーズを的確に捉え、それを開発や運用でどう応えていくのか、それは地球観測衛星の計画を進める上で大きな課題であり、また後の衛星開発にもこの課題が引き継がれていくことになる。日本初の地球観測衛星の実証を経て、1990年にはもも1号に続きもも1号 B、 1992年には合成開口レーダーを搭載したジェルス1、富陽1号の運用を開始。昼夜天候に左右されずに観測が可能なデータは当時世界でも画期的な技術だった。日本の使っている JERS からちょっと波長の長いのを使っているんです。波長が短いとですね、この草とか葉っぱ、ああいうひらひらっとしたものでみんな反射しちゃうんです。ところが波長が長いとそういうものはほとんど透明なんです、電波からすれば。だから地面の本当硬いところから返ってくるっていうのが日本の衛星の特徴なんです。でそれは何でいいかというと、我々見たいのは地面の動きなんですよ。その日本の衛星を使えば本当の地面の動きを見られるっていうのがすごい特徴なわけです。1990年代、宇宙開発の先駆けであったアメリカは、全地球規模の長期観測を視野に入れた極軌道プラットフォーム計画を始動。実績を着実に積んできた日本も、次世代の観測システムを視野に入れたプラットフォーム技術衛星アデオス、緑の開発に乗り出した。緑は陸域、海域、大気を総合的かつ継続的な観測を可能にした2つのコアセンサのほか、海外から募ったセンサなど計8つのセンサを搭載。国際協力による地球環境監視を視野に入れ、かつ世界最大級の大きさを誇る日本初のプラットフォーム技術衛星に、国内外から注目と期待が集まっていた。1996年8月、緑打ち上げ。全世界が見守る中、ミッションは順調に進み、さまざまなデータを地球へと届けた。ところが10ヶ月を過ぎた頃、突然受信データが途絶えた。太陽電池パドルが破断し、機体を失った。ついで打ち上げられた2号機も電力の喪失によりミッションの継続を断念。あの衛星はその、あの時刻をして止まるまではですね、非常にいいデータを供給してたんですけども、いずれ止まってしまってですね、そういった社会的に大きな期待の中でですね、長い時間のデータを供給することはできなかった。例えば、大気中の汚染の状況だとか、あと海の、プランクトンがどうなってるかとか、それから雪氷がどうなってるかとかですね、そういったものを、こうやって観測すればできると、この波長でやればできるってことは分かったんですよね。でそれはあの非常にいい経験だし、我々の次のステップのための重要な材料になったんですけども、止まってしまったっていうのは非常に
残念だと思います。だからその後はあの日本の地球観測にとってはちょっと暗黒の時代があったと僕は思います、正直言って。だけどそのそこで諦めちゃうっていうことをしなかったのはですね、その次のチャレンジとしてですね、長く使ってもらえるデータ で長くそういうデータを取ってですね、それを今度はみんなの社会のためにどう使うかっていうことができるようなね、そういう時代に入ったっていうのがの状況だと僕は思います。緑の経験はその後の衛星開発に生かされていく。高性能センサを搭載した陸域観測技術衛星大地は地殻変動や災害時の状況把握などにも貢献した。東日本の時もそうですけど、災害でどこに急な物資をやった方がいいか、どこにヘリを飛ばして実際に土砂崩れとか起こってたとかするところを見た方がいいかっていうのを調べるためには、特に今高精細コレーダーの場合は夜とか雨が降ってても撮れるので、やっぱり衛星があってそれによって分かりましたよっていう話はありましたし、あるいはまあ箱根のあれもそうですね、箱根のあの噴火の時もあの有毒ガスが出ているので人がなかなか入れないと、でそこに対して警戒レベルを本当にいつまでもやっていくと温泉街が潰れちゃうという時に衛星によって見ていくと、だんだんその地殻の変動が減ってきていると、そうすると火山活動全体が収まってきているから警戒レベルを下げて多少温泉の地域に入れるようにしてもいいよ、そういうことをすることによって、まあ、あの地域の人たちに助かる、そういう話はありますね。さらに継続的な観測で変動を見逃さないことも重要だという。地理院は業務として地殻変動とかをきちんと把握するっていう必要があります。そのための手段として、まあ、日本全国に GPS の点も置いてはいるんですけれども、20キロに1点では、まあ、大まかなものは分かるんですけど、本当の詳細っていうのは全然分からないんです。やっぱりこれを業務として行うためには、やっぱりこうした衛星からの観測っていうのは我々にとってなくてはならないものであるというふうに感じています。そして今、衛星データは社会のインフラとして課題解決に必要な情報を提供しつつある。その一つが衛星データで世界の熱帯林の違法伐採を監視するために立ち上げられた JICA JAXA 熱帯林早期警戒システム JJ ファーストである。今こうやっているその JJ ファーストについては、まだまだこれから技術的な開発、もう少し解像度を上げたいとか、あるいはこう検出制度そのものについてもいろいろとこう、まあ、取り組んでいく課題がありますので、やはりせっかくこう作った JJ で初めて作った大きなプロジェクトとしては、この精度を上げてやっぱり世界中のこう違法伐採が減るようなですね、こういうやっぱ大きなムーブメントにつなげていきたいと。温暖化をはじめとした気候変動、相次ぐ自然災害、これらは地球規模で長期的に取り組むべき重要な課題となっている。この課題に対し地球観測衛星はどう貢献していくのか。全周4万キロもあるですね、地球の観測するにはね、あの地上の観測では本当に足りなくて、どうしても宇宙からの目が必要。宇宙から出てきたデータを使ってあの監視するっていうのはですね、全球的な環境の汚染の問題だとか、あのそういった問題を考える上ではですね、あの非常に重要なデータになると。でそれを使って客観的にですね、やっぱりどういった施策を作ればいいかってことをね、みんなで考える、あるいはそれを作り出していくことが大事だと思います。今日地球観測衛星の果たす役割は大きい。やっぱり衛星が継続していること、あと質はちゃんと保たれること、でも質も特定のところだけパッと見たら質がいいんではなくて、それが全体で得られることという量の問題、質と量が常に確保されること、やっぱりこの3つですよね、継続、質と量、これをずっと続けていただきたいっていうの、あの我々の強い願いになります。なかなか日本の国内だけで閉じていると、やっぱり利用っていうのは広がらないなと思ってるところで、せっかく持ってる技術なので、あのこれからはそのアジアも含めて、まあ、日本がこうやっていくべきところっていうのに対してどういうふうに その宇宙の技術も入れて日本の優位なところっていうのをどうこう生かしながらやっていくかっていうのは考える時期だと思ってます。
まあ、我々これから地球観測をこう進めていく上で2つこう重要なポイントがあると思ってですね。で、1つはあの言うまでもないんですけども、衛星がまあ私たちの生活をより豊かにする、あるいはより便利にする、そういう手段としてまあ定着していく、そういうあの取り組みをこれからやらないといけないと思ってんですね。で、また一方、あのそういう衛星の利用が我々の生活に役に立つという実例が実は最近あの徐々にこう見え始めているということ。もう一点目はやはりあの技術革新というんでしょうか、その科学技術あるいはその、まあ、科学的な知見が増えないと利用も増えないということを感じてます。その科学技術の発展とそれから利用の促進っていうのが車の両輪となって、まあ、前進するように私たちの地球観測も取り組んでいきたいなと思ってます。日本初の地球観測衛星打ち上げから30年、その志と技術は次世代の衛星開発に受け継がれ、新たな地球観測の未来を切り開いていく。宇宙ならできる。